はい笹原でございます上司が教えてくれない営業のコツ今日は営業マネージャーとしての役割ということをテーマでお伝えをしていきたいなと思います先日ご相談をいただいておりましてテレマーケティングの事業部で責任者をやっていてまなかなか成果が出ていないというところでどうすればいいのかということでご相談をいただいたので考えていきたいなと を持っております、はい、で、えっと、マネージャーとしての役割ということなんですが、まあ、営業に限らずですねマネージャーの役割をまず再考しておくと、まあ、定義をしておくと自分が成果を出すことが最優先ではないんですよ組織としてそこにいるメンバーに成果を出させることがマネージャーの役割ですのでプレイングマネージャーとして自分が営業をやってますと 電話もかけてますっていうことで、まあ、自分が率先して成果を出すべきっていうふうに思い込みすぎちゃうのは実はあまり良くないケースが多いです。というのも結局自分の成功ノウハウとか成功体験っていうところが他の人にも生きなければつながってこなければ意味がないからなんですよね。なので極端な話ですけど笹田だからできますとただ他の人はできませんみたいなノウハウややり方っていうのはこれはマネージ営業一個人としてアポインター一個人としては全然 OK。 なんですけどマネージャー責任者という立ち位置にいる人は自分ができれば良いではなくてそこにいるメンバーに成果を出させなきゃいけない立場の人になりますのであくまでその自分の目標自分がコーしてたくさん成果を出すみたいなことだけではなくて他のメンバーにも成果を出させるっていう目線をぜひ持っていただきたいなと思いますむしろその目線がないと自分の営業活動が自,分自己最適化しがちなんですよねそこの今自分がやっていることは 自分にとっての営業ノウハウの最適化ではなくてメンバー全員が汎用的にボトムアップして成果を出せるような取り組みに変えていかなければいけないのであくまで自分自身も検証テストの実験材料に過ぎないということですねなのでその目線を持った上で自分に何ができるのかメンバーに何を落とし込めるのかみたいな目線を持っていただけるとよりそのマネージャーとしての役割が生きてくると。 ということですね。で、マネージャーとしての役割を生かそうと思った時にマネージャーというのは部下メンバーがついてるわけですよね。で部下メンバーがついてることっていうのは一人の営業とメンバーがついてる営業で一番大きな違いは何かっていうとテストできる数が多いってことなんですよ。 要は、一人でマックス電話かけますって言ったときに、B2B である程度まあ話が一定数できますってことであれば、1日できて100から100 200コールぐらいだと思うんですよ。まあ、いざ、保険の営業やられてる方から、1日500コールやって死にそうですみたいなご相談いただいたことがあるんですけど、もう500コールなんて基本的には無理ですからね。ある程度話ができますみたいな状況であれば、おそらくまあマックス100から200だと思います。私もまあ派遣というか人材系の営業やってたときは、マックス200コールでしたね。まあ、本当に1日中電話かけて。 なので,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 、ね、で500回の電話のサンプルがあるっていうことと100回,の100回もしくは200回のサンプルしかない時にどっちの方が検証改善が早く進められるかといえば当然テストする数が多い方が検証改善って進めやすいんですよなのでマネージャーとして見るべき目線っていうのは部下メンバーがかけてくれたコールの中身を活かしながら検証改善のサイクルを早く回すって といいいうこともぜひ意識たただきたいなと思いますなので、自分がやるっていうことだけだと、テストの数が少なすぎてしまうので、検証改善のスピードが遅くなっちゃうんですよ。PDCA が遅くなるということですね。PDCA サイクルを早く回すためには、その行動量をメンバーが担保してくれてるので、その担保してくれた行動量をただアポという結果、受注という結果だけではなくて、検証改善の材料にするっていう目線も、ぜひマネージャーは持たなきゃいけないと。 いうことですね繰り返しですがマネージャーは自分が成果を出す以上にメンバーに成果を出させるのが役割なのでぜひその検証改善のサイクル早く回すっていう目線を持っていただきたいなと思います。でもう一本もう一個目線として持っていただきたいのは現状の活動を続けていった結果目標とする数値に届くのかみたいな話ですね。 例えば、テレアポやってますと、今平均で1日5アポとか6アポ、7アポみたいな形の時に、15アポ一気に増やさなきゃいけないみたいなことを言われましたと。その時に、現状の動きをただただ繰り返していけば、結果としてそこまでたどり着くのかみたいなことを思った時に、たどり着きませんと。要は、えーと、今さっき500コールしてますと言った時の、アポ率が1%ですって言った時に、ね、500×1% なんで5アポなんですよね。で、それをまあ目標1アポなんでって言った時に、アポ率を1%から2%に増やすって、数字でいけばですよ。 1%, 1しか増やしてないなんですけどテレアポ営業活動においてその1%増やす伸ばすっていうのは倍にするっていうのはすごく難しいわけですよ。なので本当に今の動きを検証改善をすることによって倍にすることができるのかっていう目線を持った時に倍にするのは正直難しいですと。 1.5倍がマックスじゃないかなみたいなことを思ったら違う施策を取り込まなきゃいけないということですね。なので今テレアポで営業頑張ってますって言ったときにテレアポだけだったら正直1%のところ1.5倍になって1.5%まではいけるけど0.5%分足らないであったりとかまあアポ数でいけばあと5件足らないとか10件足らないみたいなときにどうすればそのプラス5件プラス10件を詰めるのかっていうのは別の施策も考えなきゃいけないということですね。だその施策を増やしていくっていうのもマネージャーの役割なので自分だけがやっぱ営業だけをやっていてその取り組み 是非ちょっとそういった目線を持っていただきながらマネージャーとしては最終的な成果を達成するで成果は最終的な成果を達成するために自分が数字積み上げるじゃなくてメンバーに成果を出させるっていう目線とやらせてやってもらっているアクションとプラスアルファでその施策だけじゃ足らないのであれば次の施策次の施策次の施策っていう形で施策を仕込んでおくっていうことこの2つをやっていかないとマネージャーとしてはなかなか成果を安定させることは難しくなってしまいますので是非その目線を持ってマネージャーとしての役割して いただければということが応援とアドバイス兼ねたところのお話でございました。えー、今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたらぜひチャンネル登録高評価ボタンポチッと押していただけたら嬉しい限りです。マネジャー頑張ってください。本日は以上です。